こんにちは、うりさんです。4月9日からスタートするテレ朝系新火曜ドラマビスティニーのドラマ紹介動画です。キャスト紹介とともに考察ポイントをお話ししていきますので、最後までお付き合いください。ディスティニーは脚本家吉田のり子さんによる完全オリジナル作品で全9話です。法の番人検事として生きる主人公が大学時代の恋人と再会したことがきっかけで閉ざしていた過去と対峙していく物語。大学時代に起きた事故、仲間の失踪、父親に降りかかった悲劇、バラバラに見える出来事がやがて一本の線でつながった時、物語は思いがけない方向へ突き進んでいく20年の時をかけた考察系サスペンスラブストーリーです。キャスト紹介。まず TVer 限定石原さとみスペシャルインタビューで、石原さんが演じていらっしゃる西村かなでのプロフィールが公開されていました。1989年平成元年、香川県高松市生まれ。母親は辻由美、旧姓西村、一人っ子。転勤が多く、中学は東京の国立大附属。13の時、父がある事件に巻き込まれ逮捕される。その裏には複雑な事情があったが、奏は詳細は知らない。その直前に父は妻と娘の将来を思い離婚。さらに逮捕当日、父は自死してしまう。その第一発見者は奏で、心の傷となる。父の死後、母と共に長野県の母の故郷の町に移り住む。なぜ父が離婚し死を選んでしまったのか、その父の離婚の申し出をなぜ母は承諾したのか、なぜ母は父の死を止めることができなかったのか悩み続けていた。父と同じ検事になりたいという一心で地元の信濃国立大学の法学部に進学。乃木正樹をはじめ4人の友達ができる。初めて知った青春と恋。そんな充実した日々は、ある死亡事件を機に突然終わりを告げる。卒業して12年、検事となり医師の恋人奥田隆と一緒に暮らしながら多忙な日々を送っている奏だが、仲間たちとの再会をきっかけに封印してきたいくつもの過去や疑惑と対峙していくことに。亀梨和也さん演じる乃木正樹、失踪した学生時代の恋人。横浜の名家で生まれ、父は有名弁護士。幼い頃、母が出て行って以来、父との折り合いが悪い。父への反抗心から勝手に長野県の国立大学の法学部を受験し家を出る。大学2年の夏、奏と出会い、どこか自分と同じ匂いのする奏を初めて本気で好きになる。その後、仲間たちには内緒で奏と付き合い始めるが、ある死亡事件を機に突然消息不明に。12年後、検事になった奏の前に現れ、再び過去の事件と向き合うことになるのだが、安藤正信さん演じる奥田隆、横浜港総合病院の外科医、西村奏の現在の恋人、横浜事件中央支部に勤務する奏と一緒に暮らしている。そろそろプロポーズしようと考えているのだが、隆自身も思わぬ場所で正樹と知り合うことに。これを機に3人の思いが複雑に絡み合い、穏やかに暮らしていた奏と隆の運命にも波風が立ち始める。奏の友人、宮沢エマさん演じる森友美、信濃大学法学部、頭脳明晰、成績は法学部でもいつもトップクラス。司法試験を目指し弁護士を目指している。 Going my way で他人の考えに左右されない強さを持つ。大和悠馬さん演じる梅田裕樹、信濃大学法学部、川崎出身、心優しくてお人よし、ちょっぴりヘタレな仲間たちのムードメーカー。一見ただのお調子者のようで、その実相手をよく見てその胸の内を察することができる。田中みな実さん演じる及川香織、
信濃大学法学部、親が病院を経営する名家の娘、華やかな容姿で高級車で登校するなど学生たちの羨望の的だった。物質的には多くを与えるが愛情に飢えたところがあり、究極の寂しがり屋。横浜地検中央支部、曽田亮介さん演じる梶拓也、横浜地方検察庁横浜支部の事務官、職場のパートナーである検事奏に振り回され、全く休めないことに不満を募らせている。実は何やら秘密を抱えているようで、ドラマの中でキーマンになるようです。高畑敦子さん演じる大畑節子、横浜地方検察庁横浜支部の支部長、奏の上司、検察庁で女性キャリア活動の道を切り開いてきた草分け的存在。怒っている時ほど静かな口調になる癖があり、それが部下たちにより一層緊張感を与えている。その他の関係者、中村徹さん演じる乃木光一郎、乃木法律事務所の弁護士、正樹の父、数々の有名事件を手掛けてきたエリートであり野心家、妻が出て行って以降正樹との折り合いが悪い、勝手に長野の国立大への進学を決め家を出た正樹とは長らく顔を合わせていなかったのだが、12年ぶりに再会を果たすことになる。佐々木蔵之介さん演じる辻英介、元東京地検特捜部の検事、奏の父、家族思いの父であり正義感の強い検事だったが、奏が15歳の頃思いもよらずある事件に巻き込まれ命を落とした。考察ポイント、ビジュアルポスター作成に関してキャストの顔が意味深に歪んで映り込み、キャッチコピーである時を経て愛は歪むを視覚的に表現したというコメントがホームページに記載されていました。長い年月によって歪んでいく記憶、信じている自分の記憶さえ真実ではない可能性もあります。そんないろんな思惑、葛藤などがある中、この歪みが消え見えてくる運命、本当の愛を目撃してもらいたいですという情報が出ていたので、ドラマの進行とともに何かの参考にしてみてください。ロースクール入試を間近に控えたある日、死亡事件が起こる。それから12年の月日が流れ、念願の検事になって6年、35歳になった奏の前に、あの事件以来消息不明だった同級生乃木正樹が現れ、再び過去と向き合うことになる。多くの疑惑に包まれた大学時代の事件と対峙したことをきっかけに、新たに見えてくる20年前の父の死の真相ということで、ドラマの中で奏が大学時代の時に起こった死亡事故と20年前の奏の父親との事件に何かのつながりがあるという展開になるのではないでしょうか。その気になる奏の父親の事件ですが、検察のでっち上げという見出しとともに東京地検という文章が見えるので、政治家議員絡みの事件を担当したのが奏の父辻英介で、事件に巻き込まれるのを恐れた英介が離婚したにもかかわらず電気コードで首吊り自殺に見せかけ消されたのかなと考えています。大学は長野県ですが、事件は20年前の東京なので、それぞれのキャストが20年前の中3の時東京で暮らしていた可能性もありそうですし、正樹の父親乃木光一郎も視野に入れておいた方がいいのかもしれません。もちろん恋人の高志や上司の大畑節子も気になりますよね。そして1話のストーリーの中に6話で起こるエピソードが織り込まれているそうです。あらすじの発表や追加情報が出ましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。